塚さんです。ライトです。シンナです。昨日のこちらの予告の画像の数字、何か分かったかな。結構皆さんもね、気になってましたね。分からない答えが各メーカーのアドバイザリースタッフの数だったんですよね。なるほど。ちょいちょいちょっとアドバイザリースタッフって何だ何だアドバイザリースタッフっていうのは、選手とメーカーがまあ契約を結んで、メーカーから道具を提供してもらう代わりに、新しい製品開発のアドバイスだったり、もしくはその PR を行うっていうような、そういった契約をされてる選手。じゃあ例えばどういう選手がいるの？主要な選手、水野から。水野って言ったらまあ坂本選手だったりね、巨人の。あと菅野投手。メジャーに行ったら田中マーク前田健太投手。 SSPA だと巨人の坂本選手、西武の中村拓也選手で、今年からメジャーに行った秋山選手が。 Z だと巨人の小林選手、あと西武の源田選手、あと森選手とかね。アシックスは大谷選手、あとダルビッシュ選手とかね、菊池雄星投手とか、その辺はアシックスで、デサントは大谷選手だったり、ロッテの荻野選手、あと吉見投手とかね。で、あとスラッガーが浅村選手だったり、あと日ハムの中島選手だったり、あと大和選手、鳥谷選手とかね、なんか有名な選手ですね。でもカイト間違ってない、同じ名前が2回出てきたりしたから。確かに確かに、いいところに目をつけた、いいところに目をつけた。今巨人の坂本選手が SSK と水野で出てきたりとか、大谷選手がデサントとアシックスで出てきたりとか、そういったね、人によっては物によってメーカーが違うって契約してる。こういうパティもあるんですよ、こだわりがあるんですね。例えば坂本選手だったらバットは SSK、 グローブは水野、バッティンググローブはアディダス、で大谷選手はウェアはデサントで、それ以外のグローブだったりバットはアシックス、そういう分かり方。逆にね、全部揃える人もいるよね。そう、そこはもうこだわりね、メーカーをチェンジする人もいるよね。チェンジね。最近大きな話題になった SSK から水野に広島の菊池選手が変わったと。そういうのがあるからね。ダルビッシュ選手もね、ナイキからアシックス、ね、あ、そうだね、ナイキのねグローブ使ったりとか、そういうのもあるんでね、新しいメーカーに変わるっていうのもある。なのでね、プロ野球の観戦もね、アイテムを見るっていうのも新しい人見方かなって。そう、私見るよ今度から。あ、いいねいいね、言いたいあの人はあのメーカー使ってるっていうのがね、そういうところに注目してみるのもいいと思います。思います。はい、というわけで今回の動画以上になります。チャンネル登録、高評価、そして通知ボタンもぜひお願いします。よろしくお願いします。何それ、めっちゃパカパカしてるね。そう、実はこれ、新品の公式用のグローブなんだよね。